強いぞ、日本。U17 日本代表、韓国に 3-0 快勝しアジア杯連覇。U17 日本代表はタイで開催の U17 アジアカップ2023決勝に臨み、韓国に3-0で勝利し優勝した。日本は前半終了間際で名和田が直接フリーキックを決め、後半に名和田が華麗な連携で追加点。試合終了間際に道脇がダメ押しでゴールを決め3-0で韓国に快勝。史上初の大会連覇と史上最多4度目の優勝を達成した。また3-0また3-0です、日本。直近の日韓戦公式戦。ここまで差がついたか。6試合で22得点わら。様式日。ダゾーン実況また3-0、また3-0です。最後ら辺にあったプレイ、日本の GK が先にボール触ってたよね。いやあれは PK だろ。VAR あったら確実に取られてた。GK が先に触ったように見えた。でも、俺が見てたのは画質悪かったから正直よくわからない。見直したらちょっと触ってるようにも見えたが、まさなお PK 取られてもおかしくなかった。韓国マジで弱くなったな。韓国に得点チャンスほぼなかった。1対1が1回あっただけだな。韓国は絶対に審判の判定に文句言うだろうな。まあ、実力で圧倒してたけど。韓国の客の叫び声が耳障りで辛い。各地域で U16 のリーグ戦が行われるようになって、日本の U17 年代が随分強くなったよな。ウズベク11、ベトナム40、インド84、豪州31、イラン30、韓国30。インド戦だけクリケットブス野球で勝負したのか？うまさ、強さ、速さどれをとっても日本が圧倒してたな。3点目の道脇すげえよ。いいゴール。韓国の反則怖いな。選手潰しに来てるよな。本田の瞬発力。佐藤のダッシュ力、パスセンス。道脇のフェイントからのゴール。望月もなかなか良かった。対人負けないのも良かった。いいものいっぱい持ってんな U17。韓国のネットでは誤審とか買収とかで騒いでそう。最近は流れが変わって、我が国弱すぎだろ日本を見習えよって、雰囲気になってる。判定には同情する部分もあったけど、個人でも戦術でも日本が明らかに上だったよ。道脇すげえな、ついに日本にワールドクラスのセンターフォワードが現れたかも。日本は普通に強かったな。相手が一人少なくなってから、気が緩んだのか細かいミスが出始めたが、油断しなければ普通に勝てる相手だったわ。韓国下手くそだったわ。下手だからデュエルが遅れてアッターになる。日本はボールダッシュもパスも良かったがゴール前は反省だな。韓国の選手の退場は妥当。日本の GK が相手を倒した場面は PK 見逃し。3-0の呪い。日韓スコアと名付けようわら。佐藤やべえな。攻撃はもちろん守備時の危機意識能力がすごすぎる。韓国どうしたってくらい弱かったな。終始日本が余裕持ってプレイできててスタミナも温存しながらゲームをコントロール。マジで王者の風格あったわ。本来なら5点は取れたもやもやゲームでちょっとイライラしたけど、最後の3点目でいつもの3-0フィニッシュで気が晴れました。まあレフェリーのせいにするのは目に見えてるけどね。日本のグループリーグだけ中2日とか毎度のいじめにあってるけど、勝っちゃいました。韓国はあの1対1を決められなかったのが全てだな。センターフォワード道脇。センターバック本田。この2人は間違いなく A 代表の中心になると思う。特に道脇は188あって空中戦よし収まるシスター性あるし楽しみだわ。きっちり3-0に仕上げたな、さすがだわら。日本に4点差で負けたインドが日本から4点取ったと誇らしげなの受ける。退場なくてもこのスコアだよ。U17 だからってあの遮断機 GK はあかんわ。韓国ならもっとタレントいるだろうに。完成度に関しては日本が2枚ほど上手だったな。韓国は引いてカウンターだったが怖さはあまりなかった。よかったよかった。終盤のあれは PK だったな。とはいえ基本的に技量に関した日韓遮断違いにレベル差が目に見えて日本の若い子はすごかったな。和製エジル顔の名は FK 俊さんみたいだった。あんな綺麗な軌道の FK 久しぶりに代表で見た。後藤はボールに行ってるよ。でも VAR あったらヤバかったな。明和だと佐藤は順調に行けば五輪や A 代表に行きそう。
特に佐藤は攻守の総合力が抜群だな。道脇、縄田、佐藤、本田、山本上位あたりは逸材だな。身体的には大きくない選手もみんな戦えるのはだいぶ変わったね。フォワードで勝負できる決定力ある明和だと90分ハードワークできる佐藤のようなテクニシャンがどこまでいけるか楽しみだ。韓国の選手が望月を蹴ったファウルも VAR があったらレッド出る可能性あった。連覇おめでとうさん。 GK はちょっと判断悪いな。この年代に期待しすぎやわらクリーンシートだし十分だぞ。ベストゴールキーパーに選ばれたけどな。キーパーの人今日は揉めたシーンの判断正しかったしボールに前にタッチしてた。最後しか見てないけど今日の韓国は昔の韓国っぽかったな。女サポの規制、勝ちに行く時の縦の速さやラフプレイ、サポが異常に熱入ってた。しかし最後に3で落ちは最高。何がアジアの虎や猫やんけ。技術での差がかなりあったな。韓国さん気合10分で地上波放送してたってのは本当なのか。わら、キムチカードもらったやつは国に帰れるのか。イエロー2枚目のシーンはすでに1枚もらってるディフェンダーのプレイではなかった。後方からのアフター気味のチャージだから審判次第ではイエロー出るよ。で、実際出たってだけだ。日本の GK のチャージからの PK 見逃しは完全に審判が悪いけど。地味に黄金世代だな。才能、抜けたタレントはいないが平均値高い世代だ。2点目は望月のトラップと振り向きざまのパスが上手すぎた。韓国はこの世代黄金世代らしいね。日本は守備とか不安視されてたけど、 U17 はまだ GK は発展途上のことが多い。あまり攻めるのも酷だな。明和だが得点王と MVP とか。再来年の進路どうすんだろ。縄田争奪戦になるのわかる。得点王かくるって言ってたし大したもんだわ。道脇もしっかり結果出したしアタッカーは楽しみなの多いな。韓国サポ面白い。でも全力でチームを支えたいのはよく伝わってくる。こっからの伸びが大事。道脇と縄田は物になってほしいわ。10番佐藤龍之介はほんまにいい選手、うまいし、守備もできるし、運動量もあるし。あとは体がどこまでサイズアップできるかだな。三塁は完勝と言っていいだろうな。行ったたかった。デュエルが強くなってるのが確認できて安心した。中盤が技術と球際で勝てるからな。フィジカルとアジリティで日本が圧倒してた上にテクニックは段違いだったから危なげない勝利だったな。両サイドバックも躍動してたな。韓国の両サイドを圧倒してたわ。得点王というタイトルまで奪ってしまうな和田くん無視しすぎるだろ。韓国はここ10年くらいでフィジカルや当たりがだいぶ落ちた。日本よりの育成してんのか知らんけど日本にとって組みしやすい相手になった。まあ日本のフィジカルが上がったのもあるけど、前はバチバチ来てこっちの土俵で勝負させてくんない厄介な相手だったのに。 U17 を森山固定は強化いい判断よ。この年代は難しいし、森山固定だから過去の選手たちと比べて選手たちにもスタッフともフィードバックできる。単純なテクニックだけじゃなくてスペースの見つけ方とか戦術理解とかで日本は韓国より一段上の段階に行ったと思う。欧州の強豪国にマジで近づいてきた。個人戦術の部分が特にね。パス出して寄るとかパスコースに顔を出すとかみんなできてる。終盤解説も言ってたけど、どんどんカバーに入ってる。守備も相当いいよ。前半の押し込まれてる場面で、やた中島のボランチが厳しいプレスかけられてもいなして次に展開できてたし。さらに、その後ろに瞬発力のあるファンダイク本田がいるし。2大会連続優勝って嘘だろって感じ。めちゃくちゃ強化が進んだな。ロアッソ熊本スレの反応。さすが俺らの道脇。U17 から来ました。道脇でかいのにスピードもアジリティもあって化け物だなわら。道脇くんは体ができたら楽しみだね。その頃は裏は当たりにドナドナされてるかもだが。道脇来たー。道脇持ってるな。道脇我慢して育てよう。広島に道脇くんください。トップはあれだが道脇のおかげで明るくなれたよ。 FC 東京スレの反応。佐藤くん日本に帰ってきたらすぐプロ契約してプロテクトしなきゃ。早く東京で見たい。龍之介優勝おめでとう。グラモフスキー見とるか。龍之介は帰ってきたらトップ下で見たいわ。
天皇杯楽しみだな。あれだけ技術あって運動量があり守備ができるのがいいよな。あとはフィジカルがどうかだよな。佐藤くんロストレイかな。正確で的確なプレーで安定してる。守備も上手すぎる。後藤おめでとう。ベスト GK 来たー。めっちゃ課題多かったのになわら。後藤おめ。佐藤はプレーがベラッキそっくりだな。絶対参考にしてるわ。サンフレッチェ広島スレの反応。U17 の中島がトップチームの誰よりも普通にボランチしてたな。改めていびつなメンバー構成だと思い知る。それゴール前でボランチがしっかり守ってるだけで新鮮に感じる。サンレイとかすごいな。この動画がいいと思ったらチャンネル登録いいねお願いいたします。コメントも大変励みになります。